皆様、こんばんは。本日は中部国際空港フェイスレインにお越しくださいまして誠にありがとうございます。セントレア辻祭り秋の陣でございます。拍手。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとね、皆様に聞いてみたいと思います。朝からセントレアにいたよという人手を挙げてください。ありがとうございます。じゃあ今駆けつけたよという人手を挙げないでください。わかりません。挙げてください。ようこそセントレアにお越しくださいました。ありがとうございます。もう朝から行われていますセントレア出陣祭りでございますけども、もうね、朝からいろんなことがあったんですけども、あの詳しいことはですね、お友達に聞いてください。今からですね、もう池忍者選手権、池武将選手権が行われるわけですけども、まずはこの後池武将選手権が行われて、実は投票が行われているんです。こちらをご覧ください。はい、お風呂をつかめ牛も変化。LINE の公式アカウントでまだね、投票してないという人がいましたら QR コードを読み込んでいただいて、今ね、武将の方々がある言葉、大デッキという言葉をですね、武士語に変換したのをですね、今投票を行っているんです。あ、これが私一番心に響いたわとかいうふうに投票してください。もう皆さんやりました？大丈夫？もうじゃあ大丈夫？これも6時半までだからね、まだやってない人はぜひともやってください。あのセントレアにお越しの皆さんもですね、今この QR コードピピッと読み取っていただきますとね、できますので、あのぜひともね、投票してみてください。さあ、というわけでですね、今からはあのシュシュシュの皆さんを呼びたいと思います。ただいまより池忍者選手権を開催いたします。さあ、それではシュシュシュの皆様どうぞ。何？我ら服部半蔵忍者隊、ここに出走。すごい、全然思ってたのと違いますね。そうだろ、忍者感が一切ありませんけど。まあ、こたびは日の本は、はい、ラグビーのある競技で盛り上がったからと、盛り上がりました。スクラムを組んでも入ってまいと。スクラムだったんですね。あれは分からなかったか。なんか夜逃げのように見えます。誰が夜逃げする忍びじゃん、この団体で。いや、いい感じでございます。さあ、いよいよやってまいりました。実はですね、来年の1月にですね、全国武将隊大博覧会がエンドこのセントレアで行われますけども、そこで池武将選手権というのが行われます。当然服部半蔵忍者隊の中からもですね、お一人だけ今からある競技にチャレンジしていただきましてですね、優勝した方が本戦に進めるということになります。なるほど、ちょっと聞いてみたいと思います。自信のある方手を挙げてください。あれ、あれ、なんか自信ないの。忍び足に参ろうかと。しかゆみですね、皆さん。後ろに下がるものゆえ忍びとは。忍びは下がるもの。わしがはぐれたみたいな。はぐれものみたいな。まあでもね、そういったね、心構えも大事でございますけど、早速ですね、何にチャレンジしていただくのか発表したいと思います。こちらとなっております。白黒決めろ忍者トレーナー。はいはい、ありがとうございます。さあ、忍者トレーナーというものにチャレンジしてもらいたいんですけど、もうね、見えております、こちらでございます。最高の忍者トレーナー、忍者トレーナー。どうしたらこれ、ちょっといい感じで言ってもらっていいですか。イントネーションで言う忍者トレーナー。 The best ninja experience ninja trainer。 それそれ、ありがとうございます。そうなんです。今ですね、販売されているこちらでございますけれども、もう手裏剣を当てて楽しむというゲームでございますよね。もうこれがあれば忍者になれちゃうというゲームでございますよ。そういうことなんですよ。素晴らしいですね。もう館でも安心して遊べるんですよね。そうですよ、本当にね、家の壁もね、開けないようなことになっておりますから。そうじゃ、これにね、チャレンジしていただきたいんですけど、ちょっとルール見てください。白と黒のマスがありますよね。こちらがどちらに刺すかというのを宣言していただいて、そこに刺してください。白黒どちらでもいいです。そして宣言した色に刺さったら勝ち抜けということになります。そしてもし刺さって落ちてしまった場合とか、違うところに刺さってしまった場合は、その場で失格となります。これちょっと厳しいないか。何言ってるんですか。え、忍者の方ですよね、忍びの方ですよね。そうじゃん。いや、甘い甘い。オーク甘すぎたな、この機会。そうですね、甘すぎた。ちょっと問題聞きます。優勝する自信のある人、やっぱ一人だけです。なんで
誰にも、ハンゾ様に勝てないという。ああ、さよにございます。いいですね。満々でございますよ。Very nice。ありがとうございます。さあ、というわけで早速ね挑戦していただきたいわけですけどもでは、こちらに黄色い線がありますそちらにちょっとお互いいただいてよろしいですか。はい、よかった。はい、1投ずつの勝負になります。順番は誰からでも構いません。なるほど。さあ、ではね、1投ずつ受け取っていただきたいと思います。大丈夫ですか。大丈夫ですか。まあ、近すぎるけどもまずはこのぐらいからな。このぐらいから。お手並み拝見中。わかりました。さあ、ではまず最初、どなたから参りますか。誰から行く。自信ない。おお、それでは。はい、それでは。よし。 では、ここでお願いいたします。では、ちなみに白と黒どちらを狙いますか。ホワイトは黒。黒でいいですか。そう、わかりました。こっちがホワイトブラックと聞いているので黒と答えましたね。わかりました、わかりました。卵が足したということでございます。さあ、それでは狙ってください。では参ります。お願いします。 あっちゅう間じゃった。同時愛、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 同
ないですよ。あ、時間ない。部長ちゃん待ってますから。白。白。どの白でもいいんじゃない。どの白でもいいですよ。どの白にしよう。早く早く。さあ参りましょう。ダリアリンゴのお願いします。あっ、これ実は白黒ギリギリのところに、カトリちゃんちょっとそういうとこセレビ撮ってジャパニーズカーツじゃん。分かりました。分かりました。これ実は白のように見えて黒のところに刺さっているので失格でございます。さあ序盤から2人消えてしまいました。果たして本当に忍んでいたんでしょうか。今まで早いまだまだ行きます。3分の2行きます。3分以内に3番手参ります。はい、白君どうしますか。そこは長い決めてきてよ。黒がええよ。どうしますか。黒がええよ。黒で行きましょう。さあ皆様ご注目ください。三平殿お願いします。おー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 、黒って言いましたよね。これは成功でございます。さあまずは勝ち残りでございますので、よかった。これで全員外れたらもうね解散ですよ。そうだな、よかった。まずはよかった。さあ続いてご覧ください。ではご無礼いたします。私めが出演しながら、はい、お願いいたします。さあ白黒どちらを狙いましょうか。では黒で。黒です。サクッと。さあそれではお願いいたします。一応三名が当ててくれたんで、去年の泥試合は避けられましたら参りますよ。参りましょう。はっ、おー成功でございます。素晴らしい。リップはサクッと。はい、ありがとうございます。まあ、このくらいの距離でしたらね、外してる人っていないと思います。外しておりません。どういう意味なんだ。さあそしてあれめちゃめちゃ緊張してるじゃないですか。さあ服部半蔵さんのところに大きな拍手を。さあ最後の期待を皆さん背負ってますけども、さよ、さあWhite or black? Okay, black choice. Black choice. Okay, black choice. Black choice. さあ、黒狙っていただきましょう。服部半蔵殿、お願いします。おお。成功でございます。おめでとうございます。
まあね、ここまではね、全員が成功でございます。恥ずかしい。恥ずかしい。大丈夫ですよ。グッジョブグッジョブ。さあ、というわけで3人残りましたので、サドンデスとさせていただきます。うん、さあ、ではちょっと的下げましょうか。ほう。はい、ありがとうございます。ましてやっぱ10年間のね、やっぱね、足軽の成果出てますよね。そういうとこですよ。でも僕はもうちょっと下げてもらいたかったです。そういうとこですよ、本当。ありがとうございます。ありがとうございます。優しさが。はい、ありがとうございます。だいぶ下がりました。東幕欲張ってるぞ。欲しがらない、欲しがらない。足軽は欲しがっちゃダメだよ。もう少し。というくらいでいいです。ありがとうございます。さあ、では野本さんにどうぞ。順番どちらからでも大丈夫です。はい、チャンピオン殿から。さあ、参りましょう。これでまず、ホワイト、うわ、ブラック。ホワイト、ホワイト。うわ、あの白にして大丈夫？え？いいですね。いや、迷わすな。どんどん迷わせます。いや、さっき黒ちゃったから。忍びじゃな。で、今、みんな黒で遊んどるじゃろ。風邪あっても黒ちゃったよ。えらい、惑わされちゃう。ホワイト、うわ、ブラック。ブラック。ブラックだったよ。さあ、それでは黒を狙っていただきましょう。サンピュートのお願いします。あ、これは白でございます。やってしまった。失格。戦車のチームの負けさせたな。何か言いかけましたけど大丈夫ですか。言い残したことありませんか。下がりません。はい、ありがとうございます。担当様、担当黒一でお願いいたします。はい、よかった。待てしょ、待てしょ。ダトークの位置じゃ。さあ、どうしましょう。では、背で参ります。ご礼いたします。ホワイトオアブラック。じゃあ、黒で参りましょうか。黒で、わかりました。さあ、それでは参りましょう。水年度の2投目でございます。参ります。ということで、失格でございますけども、少々お待ちください。あとお一方おいでいらっしゃいますよね。まさか外すことはないと思いますけども、一応ね、さあ、ハンザ殿、他もね、バシッと決めていただいて。ハンザ様、戦車はもう工業であればもう大丈夫だと思って。そうだな、ここは自信を持って。大丈夫なんでしょうか。さあ、それでは、ホワイト、ホワイト、ブラック。オッケー、ブラック、プリーズ。ブラック、オッケー。さあ、それでは、黒をチョイスしました、ハンザ殿。さあ、お願いします。抱擁とキスをお願いいたします。助け、頂戴いたす。本当にしちゃった。すごい、なんか鼻がついてますもん。さあ、まあ、余裕でした。半分殿、もう一度クラスをお願いします。優勝しました。ズバリ意気込みを教えてください。もうのこの勢いを潰さずに、もう優勝まっしぐら、はい、ああわしはやる男以上じゃ。素晴らしい。さあ、というわけでいよいよ来年行われます一級武将選手権全国大博覧会演出場決定おめでとうございます。ありがとうございます。以上、イケニンジャ選手権でございました。ありがとうございます。はい、それでは3、ほわ気持ちいい、これ気持ちよかった。ありがとうございます。素晴らしい。いや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 。さあ、それではですね、この後準備が整い次第イケ武将選手権を行いますのでね。まさかのさ、まさかの一番ダメージ。